フォート・オールバニーの戦いは、1709年6月下旬に、ハドソン湾会社の交易所で、ハドソン湾南岸にあるフォート・オールバニーに、ヌーベル・フランスの民兵と、先住民兵が仕掛けた攻撃である。1670年の、イギリスの投資家による、ハドソン湾会社の設立で、ハドソン湾沿岸の毛皮交易は、かなりの利益を上げていた。1680年代の初めまでには、 ハドソン湾に流れ込む川の河口に交易所がいくつも建てられ、川の流域に住む先住民は交易所に毛皮を持って行き、その見返りとして食料やヨーロッパから持たせられた品々を受け取った。その中には武器や弾薬、その他様々なものがあった。ハドソン湾会社の繁栄にルーベルフランス当局は警戒を強めた。自分たちが獲得した領地に、 イギリスが侵略してきたおかげで、自分たちの毛皮交易とそれによる利益が痛手を受けていたからだ。もともと、ハドソン湾近辺での毛皮に関しては、イギリスに寝返った、フランス人が情報をもたらしたせいで、イギリス有利にことが運んでいた。ハドソン湾会社は、1686年のハドソン湾遠征の開始から9年戦争の間、 ヌーベルフランスからの侵入者から絶えず攻撃所を攻撃され、設備を略奪されたり、占領されたり、また、ヨーロッパへ出荷されるはずの毛皮を奪われたりした。9年戦争の末期には、フォート・オールバニが唯一の攻撃所となっていた。スペイン継承戦争が1702年に勃発し、イギリスの攻撃所であるフォート・オールバニの侵略計画が持ち上がった。 1709年、フランス人入植者の一団が、陸路で、フォートオールバニを攻撃することに決めた。ヌーベルフランス総督であるフィリップ・ドリゴー・ボード・ルイユも、これに同意し、未然に起きって、彼らのための資金を提供した。資金提供者たちは、奇襲隊が持ち帰るであろう毛皮で、出資分の埋め合わせができると考えていた。この軍の指揮は、ニコラ・ダイユブード・マンテに任された。 この人物は、辺境での奇襲を何度も経験した強者で、修羅場をくぐり抜けた前歴もあると言われていたが、ハドソン湾近辺には足を踏み入れたことがなかった。マンテは、60人から70人のフランス人と30人のカウグナガワモホークを招集して出発し、1709年の6月下旬に、フォートオールバニの近くに到着した。 ハドソン湾会社公益所の看板フォートオルバニには、ハドソン湾会社で、ジョン・フラーティンの下で働く雇い人たちが住んでいた。この雇い人たちは、かつてのヌーベルフランスの襲撃で捕虜となった経験があった。フラーティンは、クリー族の公益者から、ヌーベルフランス軍の襲撃に気をつけるように言われており、そのため、九州への準備は、怠りなかった。ただし、襲撃が、 断片的に行われていたため、いつ、何人で襲ってくるかはまでは、はっきりしなかった。この戦いで分かっているのは、ヌーベルフランス側が完敗したこと、そして、マンテも、部下の副司令官も戦死したことである。フランスの戦死者は、この二人の指揮官も含めて18人だったが、一方、ハドソン湾外車側は二人だった。この二人は、ポートオールバニの中ではなく、 そこに向かおうとしていて待ち伏せされたものだった。フランシス・ニコルソン総督この年、ハドソン湾会社は、フォート・オールバニーに船をよこしておらず、ロンドンにいる会社の役員たちは、意外な方法でこの戦いのことを知った。同じ1709年に、ヌーベル・フランスへ探検隊を率いたものの、 途中で挫折したイギリス領総督フランシス・ニコルソンが翌年の遠征への支援を得るためにモヒカン族の族長を一人とカウグナ側モホーク族の族長を三人ロンドンに派遣していたが彼らはニコルソン総督の探検隊が戻る時にモントリオールにいてこの戦いについて知らされそのことを本社の役員に報告したのであるフラーティンはこの戦いについて 1711年にイギリス本国へ戻った時に報告書を整理したが、その書類は紛失してしまったようである。ボードル・イユ総督は、フォート・オール・バニーへの奇襲隊に資金を提供したことで、フランス本国の政府から総督としての責任を問われた。ハドソン案会社は、1713年のユトレヒト条約により、 すべての交易所を復活させ、イギリスのハドソン湾領有をフランスに認めさせたが、フランスとイギリスは、その後も交易をめぐって競り合うことになる。ありがとうございます。